2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において日本、アメリカ、イギリスの3家国の艦艇航空機による共同訓練が実施されたよ。この日米英による共同訓練は今回で2度目の開催であり、前回つまり初回の実施は2018年12月で同じく海域となる太平洋上で行われたぜ。今回はそんな日米英合同訓練について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日米英といえばくしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だね。2018年12月の共同訓練には海上自衛隊からは護衛艦出雲が参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルとともにアメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行ったよ。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、海上自衛隊から護衛艦村雨と潜水艦、イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加したみたい。第2回目の方が小規模な実施となったが海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられているな。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だぜ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれてそれぞれに対潜哨戒機水上艦艇と連携したことも考えられるらしい。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもあるな。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろうね。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーンエリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがるよ。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだな。いわゆる瀬取りと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っているぜ。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し洋上の監視任務に当たっている状況だね。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されているぜ。こうしてみると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだな。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できるよ。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機、F-35 シリーズの配備だと思われるね。海上自衛隊は護衛艦出雲加賀を改修し F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているんだけど、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様なんだ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるんじゃないかな。ただし発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより、出雲加賀にとってはアメリカの強襲揚陸艦での運用の方がより近いと言えるかもしれないな。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包しているぜ。
しかし同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想敵たる中国海軍の索敵網を超える作戦行動が可能だと目され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だと言えるな。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている中国海軍に対し、F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろうね。一方、アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えて、F-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だぜ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるんだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。